もう武器のネタをいっぱい探してたんでしょうね。何でも武器にしようって、その野球が庶民のリズムがね、うん、拍手拍手でお手手が痛い佐藤八郎先生の勝ってませ勝ってませせいせいせい、ちょっとよくわからないです、はいはい、そんな笠置静子さんのホームラン武器をカバーしたのは、吉田拓郎さんです。すごいですね。正式タイトルホームラン武器2003というタイトルなんですが、うん、はい、吉田拓郎さん57歳、2003年に発表した曲ですね。なんでこういうところに目がいったかね。そうですよね、はい、どういうふうに料理をしたんでしょうか、聞いてみましょう、はい、吉田拓郎ホームラン武器。カットバセー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 っていうのはあえてああいう風に昔の雰囲気を残してんですかね。要するに先に笠置さんのを聞いてないと、この拓郎ちゃんのカットバセーカットバセー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 もちょっと私には何言ってるか分かんなかったですね。なんでこの陽水ちゃんも拓郎ちゃんもこういう武器、昔の武器にこの時代新鮮だったのかな、この 5,6 年前にとってはその時代に聞いてたというよりも、おそらくなんかいろいろ CD とか聞いてるうちにこれなんか今風にやってみたいなっていうふうに後から思ったんじゃないですかね。どうなんでしょう、ね、だってその時代に聞いていたって、拓郎ちゃんなんてホームランブギーなんてだから60いくつだから2歳の時だから覚えてないし。そうですよね。まあでも継承するっていうことでいいことです、はい、はい、名曲ディスカバリーでした。